誰ですか？真横です。箸がね、箸ない人、箸がない人、あります、あるから。おっと、今日はいい箸が見つかった。俺、杉並木あんのかよ。あるよ。ある、ありがとうございます。なになにそれ、いやつか逆にそれ使わせてんの？それ使わせたらいいじゃん。それなんでこれだってもう杉並木でしょ。ああ、そっか、いや杉並木使うんだ。ああいう辛い思いすればそんなもんだよ。いいもんなんてさ、まあね、釣れないようにできれんだよ。まあ、んだ、あんまりでもいい思いせばね、熊とかにやられるからね、本当に。だから渡る釣れてって、うん、狙いがちょうどいいんだよ、多分。取れる？じゃあ俺、こうライトやる。あっつれ、もうちゃんとフーフーしないとやけどする。うるせえ。お、やけなさそうってる。そう。そっち持って、そっち持って。今日誕生日しようだからよ。誕生日パーティーしねえといけねえから今日。絡まった。いいよ。久しぶりだな、今日ポテトさんと3人でねんの。寝れるがない今日。え？あれ？何その感じ。それは疲れるべ、ただ寝るんじゃねえんだもん俺たちだって。疲れるわ。すんげえ疲れるこれ。お誕生日プレゼントだよ。また私も取って。毎年恒例のお誕生日プレゼントだよ。またちょっと見て見て。おお、今年はガチだよ、割とガチだ、ガチガチ。これはね、これまずこっちが、あ、こっち、うん、あ、ネットね、ネットこれ多分れあれだね、海でも使える。それ28日だからさ、ないけ、うん、でもでかいの取れる。そう、ベタベタしてる。まだ乾いてねえじゃん。こっちちゃこれ何？そっち行って、そっち。これはね、ミキサークオレのこういう体勢。そうそう、これか。そう爆竹銃だよ。ああ、ここにね、爆竹入れてパーンって撃つわけね。ああ、いい、ここの取っ手。ここの取っ手いい、めっちゃいい。やばい、これいいっしょ、普通に。あ、もう、これ
なんで2が笑いしてんの。今日ボムスないっぱい今日打たれるから打っちゃうぞ。すごいこれ力作ですね。ここいい。あーいいわー。これ覗くとこついてる。ちょっとクラクラするからやる。クラクラ。ネットはこれ完成？完成だよ。短くね。何が？嘘でしょ。こんなもんじゃないの？もうちょい長くない？割と長いかなと思ってさ、短くしちゃったんだよ。なんかちょっと普通だったらこうキュッて曲がるよね。だって重いって言うからさ。まあ確かに。しかもこれ映える28だから確かに。でも深いから取れる、うん、うわまた手についた、ね、またった。うーわあうまバラ焼きだ。ポテトのバラ焼き煮あたらうめ。全部それにしたら味付け逆に。いや、やだらうめえよ。やだらうめえ。おい、なに何切ってるってよ。何切ってんの。いや、玉ねぎだっつ。割れ目。お、下ネタかよ。あ、水あるっけ。ない。俺はね。あ、ねえか。いや、食い物しか持ってきてねえわ、俺。俺もねえんだよな。これさ、綺麗にしたいな。皮いってきたろ。皮。いやこの帽子いいわ。めっちゃ軽い。やっぱ軽いのがいいよね、うん、大事。似てるの水だよ。ただのえ水なの。ただの水だ。やばレスキューレスキューレスキュー。フライパン綺麗にしたいからって和がしたかったのよ。でもまだ行きたいところがあって行けないぐらいの方がちょうどいいのかなと思って。確かに結局なんか今年もさ恐竜追っかけんじゃん。秋になったらさモンスター赤くなったさ。でまた今年も釣れねえじゃん。でまた来年も追っかけんじゃん。なんかそれぐらいがちょうどいいよね。どこにんだべね。あったの飽きるこの間のところの方が俺全然面白いけどな。あのドブ川。ドブ川でもなんか全部面白かったけどね。やつがあのあそこであのいいヤマメが出てきたのびっくりだな。あの川上行ったら やばそうだね。なかったじゃん。大してなかったじゃん。あんなもんでも完全に用水路の川じゃん。あれぐらいが楽しいよ。結局なんか何年か前のさ全然釣れなかった時期あんじゃん、うん、いろんなとこ行って丸一日歩いて、うん、なんかそういう時の方が楽しいなって思うもん。なんかでかいの釣るのもいいけどさただ歩いて2人で1匹出せるか出せないかぐらいの方が面白いよね。なんか確かに。渡るも行くべ。何そろそろ何さよ釣りよ。うわーなんかそれ聞いてすげえ希望が持てた。いやだからさ行った方がいいって言われて。いやーでもなー知らねえとこ行きてけどなー。なんか、うん、沢みてえなとこでもさ、うん、昔行った田山とか面白かったけどね。あれ面白かったね。よく行ったねあれ。やべえとこだよ。知らねえかなり寝だよねあそこで。かなり寝だ。2、3時間寝だ。すげえよな。でも熊もビビるべね、うん。もういいのってなるよね。考えろよ少しって思うもん。逆にもそこだって今閉鎖になってるからね。キャンプ場え熊やばくて、うん、マジ飲んでる感じじゃん。延々と酒飲みながら多分押してたら次のコンディション最悪だ。いつもいいだろ。確かに確かに。コンディションいい時いつだよ。確かに聞いた時ねえわ今日いいわっていう時。わかんねえ北海道行ったらああいい絶好調になるかもしれない。やだらいいなってなるかもしれない。お客さん初めてですか。黙ってくれ。
お客さん仰向けになってもらいます。今日はあのシリーズを変えてマッサージからいきますんで、仰向けになってください。仰向け、これうつ伏せ。お客さん仰向けになってもらいます。今日はあのシリーズを変えてマッサージからいきますんで、仰向けになってください。仰向け、これうつ伏せ。あれ、うるさい、マジで凍ってますね。お客さん、ちょっと一人じゃ無理ですね。今ヘルプの人呼びますんで、フロントの方に電話しますね。あ、もしもし、もしもし、フロントです。すいません、あのウェルカムドリンクの方先にお願いしたいんですけど。はい、メンバーでしょうか。メンバーです。メンバーですか、はい、メンバーズカードの方はありますけど。ありますか、はい、では最後会計の方で出してください。ポイント貯まってるんですけど。あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。あとウェルカムドリンク、メロンソーダ一つと、はい、生一つで。はい、わかりました。はい。ピンポーン。はい、ちょっと静かにしてて。はじめまして。あ、ま、あ、誰ですか、誰ですか。真横です。あれ、私デリバリーの方なんですけども。あ、マッサージです。あ、どうぞ手伝ってもらえれば。私でもデリバリーの方なんですけど。あ、デリバリーの方のマッサージですか。こちら体式マッサージの。お客さん、お客さん、何件呼んだんですか。何件って何。すいません、お客さん初めてみたいで。デリバリーの方なんですけど。えーな、背中してらんじゃんこれ。おい、トゥルエントしてる。トゥルエントしてんだ。どうなったんだよこれ。ポテトの鼓動。正直さ、俺たち評判とか悪いけどよ、一つだけいいところがある。すっげえ天道はいいんだ別に。慣れてるっすけこういうのは。あれある、鎌倉あるよ。ある、うん、砕いてケツの穴さ突っ込んでやる。背中すっげえ気持ち悪いんだけど。なんでベタベタ。満月の夜にハッピーバースデーホテル。はあ、エロい。エロいな、もう。しかも俺じゃねえだろ。マジで意味わかんねえんだけど。なんか別にただ歩いてるだけで。マジか。面白いじゃん、だって。もう本当宝探してる。でっけえのはそのうち釣れれば、歩いてれば。うん、結局なんかでかいの釣った時よりただ歩いてた時の方が楽しいような気もするな。まだまだでも行ったとこねえとかあんだべな。え、それで熊出んの、うん、マジかい。いやー、どこでもいいな、マジで。なんでだよ。早くおいで、なんでだよ。おいで。疲れっからやだ。いやね、なんだわがねえべ、そこ。最初だけでもよ。いやだ。今だけ。おっと、いや。立てほら。なんで。逆にだって端っこなったらさ。何よ。俺たちだって本気出すしか。じゃあ縦に。電気つけて電気。なんだよ、うるさいな。俺電気ない。ない。さっき俺電気持ってきたのに。ないないない。どこにある電気。かぐってな。おい、かぐる、なにやってる。おい、だっけ、なんだっけ、ほんとに。シャープゼロの車あったもんだな、おい。うるせえ。なうるさい。入ってるかと思ったら、ただかげてるだけだ。かげてるだけで、やっと参ったの。知ってるか、見えねえ方が。見えねえ方がいいからな、実は。何がよ。こう見えてもモグリって言われてんだ。シャープゼロはねえだろう。ほら、簡単に。どうなったのよ、これ。見ろ、これ。ん？あれ。引っ張れ、そっち。どりゃ、引っ張れ。なんかさ、寂しいな、うん、そういう風にされると俺たちも。うるさい。冬とかどうやって生きていけばいいの。どこだよ。
渡れないだから俺ら。そうだよ。いなねえよ、うるせえな。カズさんに謝んなきゃいけねえんじゃねえか。確かに。カズさんはだってこういうのを望んでねえよ。なんか現実を受け止めたくねえの。年寄ったな。うん、年寄った。年寄った。なんだよ、久しぶりのキャンプでこっちはワクワクしてきたのに。はあ、なんだよ、ちくしょう。ごめんな、俺らが悪かったよ。悪かったのかな、やっぱり。今度からもう1週間に1回一緒に寝るから。は？あんまり手くそにしてしまったのかもしれない、うん、経験値が上がりすぎたんだ。最初は確かに剣道はいいけど、慣れてくれば俺たちも雑に なるだろう。うん、よくないと思う、よくないと思う。何の話だよ。なんで俺らがディスられてんだよ。人脈だよね、完全に。楽しみにしてたのにな、真ん中に挟んで寝るの。挟まれるの好きじゃないの。俺は好きだけどな、挟まれんの。割と挟まれんの。ねえ、どこがとか何がとかじゃなくて挟まれんのすね。わかる、それはわかる。サザエ食ったじゃん。サザエでもなんの。なるよ、俺なるよ。貝類食えば一発だよ。あのだから酸素に止まった時俺どうやすべと思ったんだ。カキでしょ、だって。カキ、カキのホヤ、ホヤも食ったじゃん、ドギ。ホヤはないけど、カキはあるな。いや、ただ電気消えてからが本番だからどうなったの。取れない、巻いていくか、こっちから。おやすみ。おやすみ。おやすみ、渡る。渡る、汗かいてるぞ。何度。暑いよな、ぬめえ。つうか、どう考えてもシャープゼロじゃ暑くね、うん、汗かいてる。それ背中も触ってのどれや。ハハ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 ハザラザラの俺の手で隣の人を触ってるからよ。うっせぇ、おい、やめろ。ほら、そうやって俺に攻撃してると俺もそっちにするじゃん。そうするとあっちもっと火つくし、うん、真ん中さくればいいんだよ、だから。いや、めんどくさい。いや、熱いべ。絶対熱いよ。すっげえ冷たいんだけどな。あー、鎌倉塗ったべ。これ、やべえ、やべえ、くせえ。うわ、くさ、これ、なにこれ、金柑。いや、ウナ。ウナが、はいよ。超迷惑。マジで。それは迷惑だわ。寝るよ、じゃ消すよ、GoPro。 いい、渡る。消すよ。とっくに消してるもんな、俺が。消してねえのかよ。渡る、 GoPro 消したからいいぞ。何がよ。普段通りに戻って、そろそろ真ん中に来いよ。いった、指折れる。折れねえよ。何、何、指折れるのかって。なんか何が入ってんの、指。手なんだかって。手なんとか、ま、手なんて言うの。え、ラブグラン塗ってんのじゃん。手渡るか、手渡るか。いや、くせえな、さっきの。なんかやだらくせんだけど、マジで。